これから秘境八尾の伊東を目指します。八尾の伊東はプーケットとクラビの中間にある島で、プーケットからは Z 線で約40分です。私たちはオールドタウンからソンテンに乗り、まず船乗り場バンロンピアーに向かいます。バンロンピアーまでは車で30分、オールドタウンから北へ北へ進み、マングローブ林を抜ければもう海が見えてきます。チケット購入後、乗り場近くのレストランでランチタイムです。20人乗りぐらいのジェット船に乗り込みました。海風を感じながら八尾の伊東へ向かいます。港からは相乗りで各ホテルまで向かいます。八尾の伊東は観光地化がまだ進んでおらず、手つかずの大自然が残る素朴な島です。リゾート地のようなゴージャスさはありませんが、ゆったりした時間を過ごすことができます。島の 85% がイスラム教徒で、彼らの多くは漁業によって生計を立てています。島全体は1周15キロほどと小さな島で、交通手段はソンテル、レンタルバイク、レンタルサイクルがあります。島の西側では B 級グルメ、食料品、お土産を手に入れることができ、なんとセブンイレブンもありました。冷房が壊れてしまったとのことで、オーナーさんが別のヴィラを手配してくれました。ちなみに宿泊予定だったのはこちらのホテルです。眺めが素敵ですよね。有名なビーチにやってきました。タイミングが合えば一本道ギリギリまで水が来ているようですが、今は完全に水が引いています。なんかちょっと傾いてるし、時間によってこんなに水位が変わるから、自然って不思議です。夕方になりサンセットバーにやってきました。イスラム教徒の方が大半のこの島では、我々観光客は飲酒についての配慮が必要です。この場所とヴィラがあるエリアはお酒を提供しているお店が多いので、ぜひ訪れる際にはチェックしてみてください。この景色を眺めながらスムージーを飲めるのは非常にトロピカルな経験です。さて、暗くなる前に夕食を食べに来ました。ここはイタリア・トスカーナ出身のシェフのお店。タイフードだけでなくイタリアンも楽しむことができます。地元ガイドもおすすめする人気店。海辺で心地よいディナータイムを過ごすことができました。おはようございます。
鳥の声がいいね。今から朝食を食べに行きます。フレンドリーなオーナー一家が新鮮な地元食材を使った料理でもてなすこのお店はシージプシー。優しくさっぱりした味付けがこの島の雰囲気にぴったりで、タイ料理に新しいイメージを与えてくれました。エブリデイパッタイ、うん、おいしい、うん、おいしい、甘いね、うん、食後は埠頭にやってきました。少し山を登ると展望台が現れます。今日でこの島とはお別れ。出発までのひとときを目の前のビーチで過ごします。隣の八百屋伊東行きの船が出ているみたいなので、船着き場、ランサンピアに行ってみます。 Thank you. Thank you. Thank you. ちなみに、ヤオノイのノイは小さい、ヤオヤイのヤイは大きいという意味。ヤオ島は小さい島と大きい島の一対です。八百屋伊東行きは水上タクシーで向かうようです。最初は2人で貸し切り予定だったので150バーツ支払ったのですが、乗り合いに代わり50バーツ戻ってきました。それでは出発です。次は八百屋伊東でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。